配課金者さんから見たら荒野行動どうですか最近。やっぱオワコンなんですか。素直な話していいですか、軍団から見ては。はいはい、はい、完全にユーザーは減ってます。僕なくなったらどうするんですかって質問がもう本当腐るほど来ますけど、うん、します、ね、本当に多いのはそれだったら本当の車買えばいいのにとか。はい、どうもムジカです。これ架空請求じゃないですか。どうぞ。妨害してんな。シュールやな。神引き起きる気しかしねえ。大人なめんじゃねえぞ。添い寝パターンも取りますね。これはもうバレるだろ完全に。はい、どうも、ムジカです。ということですね、今回はですね、廃課金者のね、皆さんにね、もう総勢5000万円ぐらい課金されている方をね、集めてですね、最近話題の、まあ、荒野行動はどうなんだと。いつまでみんな課金するんですかっていうのはね、ちょっとね、ぶっちゃけトークでしてね、お聞きしました。でね、いろんなね、話聞いたんでね、なかなかね、そんな廃課金者さんがね、その多くを語ってるところでないと思うんで、ぜひ楽しんでいただけようと思います。ということで、ちょっとでも面白いと思った方は、高評価とグッドボタン、お願いします。高評価とチャンネル登録ですね。はい、お願いします。ということで、本編どうぞ。ということで、今日はですね、ちょっと廃課金者の皆さんとね、話したいテーマがあるんで、ちょっと呼んでいきたいと思います。来るかな？おぉ、すげえ。何今の飛んできたよ。パパさんも飛んできた今。武器持ってたらダメです。ちょっとじゃあ一回パパさんも飛んできて、じゃあ自分も一緒に入ってきた方がいいですよ。はい、シルベさんも飛んで。俺持ってない。シルベさんも最後持ってない。一応やってください。一応やってください。いや、パパさん、ハマさん、シルベさんで呼びますね。そうですね、いきますよ。あれ、おいいいっすね。あ、普通に来た。俺羽ないんで普通に歩いてきました。もうマントも羽もないんですよ、ね、シルベさんもマント着てるし。おいおい、あ、これ背中から見るといい感じですね。はい、いやいやいや、おー、なんか、うん、いや、なんか俺だけ違うもん。なんか俺だけ変なエンブレムついてんもん。まあ、いや、でもなんか一番やったっぽいじゃないですかこれ。なんかもう特別枠みたいな金賞みたいな感じじゃない。いやとりあえず珍しく4人でちょっと行きましょうか。そういえばなかなかなかったっすね。いや、初めてじゃないですか。初めてか。よし、今さすがに。あ、もうバレたわ。3700はすごいな。3700、俺、まくられたの初めてだわ。3711レベルってこと？バトルパス。そうですね。やば。見て、ほら。かっこいいな。4人とかだったらやばいな。初めて気づいた。ちょっとどこ降りる。待って、もうみんな乗ってんもん。あ、いるな、いる。俺だけタピオカ捕まってんもん。結構いるな。皆さんどれぐらい引いたんですか今回のガチャは。進撃の今回そうでもないですよね。あ、そうなんですか。僕も言っても何十万かな。コンプリート2パチぐらいですね。28万。今回俺もムジカさん側の方なんだよね。え、どういうこと。俺も今回そのやってないんですよ。マイトペアばっか金使ってるから。パパさんはいくらぐらい。あれ、シルベ、シルベやられた。全体の課金額ですか。そうですね、僕は2000超えて2100とかかな。2000超えて、で今回進撃は、進撃は40、50とかその辺だと。やりましたね。え、シルベさんは引いた。え、引きましたよ。何引いた。片手ぐらい。何ほんのり引いたの。まあまあ、そんな中でですね、廃課金者さんから見たら荒野行動どうですか最近。やっぱオワコンなんですか。オワコンと思ったことないですね。こうやってやっぱ新マップも来るし、はいはいはい、飽きる頃になんか仕掛けてきますよね、やっぱりちゃんと。素直な話していいですか、軍団から見ては。はいはい、はい、完全にユーザーは減ってます。人が集まらないですね。もうやってる人間が減ってるんだろうなっていうのがもうすごい伝わってくるっていうか。魅力ないんじゃない。違うんですよ。あの、いや、魅力っていうかその募集しても集まんないってことですか。集まんないし質が悪いですね、人の。いい人はもういいどこか入っちゃってるんですよ。荒野行動自体こういうマップが出て楽しくなってきてるんで、前みたいに戻ってほしいなっていうのはありますよね。もともとやってくるんですか。あ、死んでるよ。ゲーム性よりこうみんなでわちゃわちゃやるのを楽しんでるんで。これ配信されてるんだね。ここちょっとガンガン行かなかな。ちょっと配信はしないです。だって配信というか一人しか生きてないでしょ。ああ、ガンガン行くってあれか。贈り物ってことね。贈り物。これもうカットしないでよ、ここ。カットしない。キルしたし、いい感じはいい感じで。いいですね、ハマちゃん。ちゃんと荒野をログインしてる動きっすね。そうっすね。やった、まだいた。
ゲリラチーム。荒野のいいところって女のキャラが可愛いっていうのがあるから女ユーザーが多いんですよ。あ、それは聞きますね。そういうところに力入れてくれてるから俺らも面白いんで。女性が課金するゲームっていうのがなかなか珍しいっすよね。スマホとかってまあ基本今全員持ってるじゃないですか。みんなで会話ができてコミュニケーションツールですよね。やっぱ上手くなくても楽しめるっていうのがポイントです。それです。あ、そうっすね。カバーしてもらえるしね。ずっとロビーいる人もいるし、まあ、確かにそう考えるとキッズとかのよく言いたいのはもう荒野行動やってるのアホでしょみたいな、誰もいなくなったみたいなイメージに従るけどおばげで言われるのも課金してる時だけ言われますね。課金してなかったら何も言わへんのちゃうかな。課金してるところを見せたらってことですね。アホかみたいなことを言いたいがためにオワコンだろうっていうってことですね。子供からもうお年寄りまでやってるゲームも珍しいですよ、うん、動画でも見るようにおばあちゃんがやってたり。じゃあ他にそんなゲームあるかなっていう、このコミュニケーションツールで、うん、それこそパパさん、ハマちゃん、シルベさんみたいにね、自分で経営しててお金稼いでる人とかの人脈もできちゃうわけだし、スポンサーになったりとか、もしかしたらリアルでなんかしようっていう時に助けてもらえるような仲を築けたりとか。もうシルベさんに1000万貸してますからね。あ、マジか。いやちょっとああ、これ言っちゃダメなやつ。大丈夫それ。いや待て借りてないから。むしろもう貸してもらえるならもう今すぐ貸してください。じゃあ逆にどんな風になったらさすがに荒野やめるってなります？自分はコンプリートが崩れたらです。あ、車のスイカのガチャみたいにあんなのも運じゃないですか。はい、課金でもどうにもできない。ああいうので逃したらもう一気に紐切れますよね。全部持ってるって言えないんだったらもう持ち味ゼロですよ。浜ちゃんはコンプリート崩れた時に、まあ、テンションがガって落ちてやめるかもしれないっていうことですね。そうですね、はい、僕は絶対荒野をやめるっていうのはもうこういう時っていうのはありますね。ほうほうほう、予想できますそれ何か。ああ、ちょっと当てたい。みんなやめるかも、やめちゃうかも、ここにいる人。あ、わかった。あの、おっこがバレたとき。してないから。炎上系？いや、あ、そうかで、納得する。誰もが納得する。男なら。男、あ、女がいなくなったら？そう、女いなくなったらやめますね。あと、まあ、よくなくなったらどうするんですかって質問がもう、ほんと腐るほどきますけど、うん、どうもない。いや、それなんすよね。そもそも余ったお金というか、余ったお金よりさらに優先度低い順番で課金ってするじゃないですか。だから別になんか、そもそも、ね、生活費をかけてるわけじゃないから。まあ、暇になるなという感じかな。うん、多分。うん、本当に多いのは、それだったら本当の車買えばいいのにとか。それがめっちゃ多いね。買ってるからみたいな。当然買ってますよって。じゃあ、まあ、とりあえず女がいなくなったらやめると。さあ、女がいなくなるっていうのはそのなんかもうマッチングで全くしなくなるっていうわけじゃなくて、パパさんの体感的に全然少なくなったなと思ったらやめるってことですね。そうですね。なんかあれか、イケメン推しプレイヤーとかそういうのかな。あ、負けた。あれ、ナイス。車来た。ハマさんどこ？これ足跡した。ハマさんどこ？あ、ナイス。え、ハマさんどこ？え、ムジカさんがもう救助入ってるわ。シルベさん、わざと後ろ向きたでしょ。今のひどかったね。いや結構マジで下がってる。ドリフみたいな。どことか言って。相手目が合ってるのにさ。ひどいわ今の。え、じゃああれはシルベさんは？あれは僕はあるんですよ。あのパンクしてる。僕はもう軍団員が最後の一人いなくなったらやめます。それはなかなかないでしょ。それまでやめないですね。だからそこまでは責任にとって残るとすごいな。じゃああれか、とりあえずまだまだ荒野は大丈夫そうですね。廃課金者さんから見ても。はい、やめてく人間いれば来る人間もいるんで。浜ちゃんはじゃああれですか、引き続き、はい、プレゼント企画とかやっていく感じですか？あ、それはもう全然趣味なんでやっていきますよ。荒野やってなかった人がうちの配信見て始める人も結構いるんですよ。おー、素晴らしい。それすごいな。ママさんたちとかも。お、よくしょ。ママさんか。それどっちのママさんですか？店の方か。いや、あ、リアルママの方ね。パパさんは結構ここまではやるみたいなの決めてるんですか？はい、浜ちゃんはコンプまでっていう明確なあれあるけど。あ、課金に関してはもうないね、あんまり。その
称号が欲しいんですよ、なんかフォームに飾える、はい、だから今は京都府1位っていうのにこだわってるっていうかね。はいはいはい、その称号が得れればとりあえず今回 OK。 そうそうそう、その京都内でだったら京都の2位の人に負けなければそれで OK。 あ、120キロ、いや、できるよね。あ、いや、やばいやばい、蜂つくっていける、結構いろんなとこですよ、やばい、やりました、ナイス、ナイスです。これ味方の銃声、いや敵が、あ、川向こうから撃った。ちょっとこの回でこれやばいな、ね、廃課禁止はまだ終わらねえっていうところ見せたいっすね。ああ、痛い、あー、キウラめっちゃやられてく、めっちゃやられてく、ハイカケンシャー終わらないよ、ハイカケンシャー終わらないよ、こんなとこで。俺無理無理無理、これハイカケンシャー終わらない、課金額じゃ勝ってる、課金額じゃ勝ってるから。でもね、ミュージカルさん、課金してる人で上手な人いないですよ。やってく、あ、やられてく、ダメだこれ。ダメだこのゲーム。はい、いかがでしたでしょうか。なかなかね、濃い話をしていただきましたね。絵画研究者さんはそんなにもう自分で加減してることとか使ったお金に対して全くねこだわってないでね、荒野がね、続こうと、なくなろうと、まあ今まで使ったお金には後悔してないし、これからも、まあ出したかったら出すっていう感じでしたね。このぐらい余裕のある方たちなんでね、まあエンジョイ勢としてね、これからもね、ちょっとできてれば、それだけで全然いいかなとね、ワゴンとか関係なくね、楽しんでいけばと、はい、思います。はい、ということで、もしね、なんかね、ハイカケイシノさんにこういう質問とか、こういう雑談取ってほしいっていうのがあったらね、コメントで教えていただければと。思います。はい、ということで、最新のツイッターからディスコード、LINE グループもやってます。アマちゃんさん、パパさん、シュウペイさん、ツイッターと、YouTube チャンネル、載せておきますんで、そちらも登録お願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。